こいつってそんなことまで確認するんですね。こいつってそんなことまで確認するんですね。いや、今やってるブログもの節約ネタをさ、本当かどうか確かめたいんだよね。いや、今やってるブログもの節約ネタをさ、本当かどうか確かめたいんだよね。これはさすがに私も思いつかなかったわ。これはさすがに私も思いつかなかったわ。先輩節約なんてするんですか。先輩節約なんてするんですか。何言ってんの。え。何言ってんの。え。私は衣食住のいいにしかお金かけないから、もう食と住節約しまくりよ。私は衣食住のいいにしかお金かけないから、もう食と住節約しまくりよ。へえ、意外。でもこのブロガーさん徹底してんだよね。へえ、意外。でもこのブロガーさん徹底してんだよね。水道の元栓は少し閉める、電気のアンペア下げる。水道の元栓は少し閉める、電気のアンペア下げる。掃除や洗濯は風呂の残り湯でやるのなんて当たり前。掃除や洗濯は風呂の残り湯でやるのなんて当たり前。自家栽培できるものは全部自家栽培して、自家栽培できるものは全部自家栽培して、で調味料の類も手作りできるものは全部手作り、で調味料の類も手作りできるものは全部手作り。あとね、フリマ行って安いレトロなセーター買ってきて毛糸に戻して編み直すとか。あとね、フリマ行って安いレトロなセーター買ってきて毛糸に戻して編み直すとか。トイレットペーパーの芯でおもちゃ作るとか、なんかちょっと貧乏くさいんだけど、トイレットペーパーの芯でおもちゃ作るとか、なんかちょっと貧乏くさいんだけど、人生が豊かになる感じがするんだよね。人生が豊かになる感じがするんだよね。あとね、出汁側で作る佃煮とかもめちゃくちゃ美味しそうだったんだよね。あとね、出汁側で作る佃煮とかもめちゃくちゃ美味しそうだったんだよね。あれ、帰ってやってみよう。先輩楽しそうでいいね。帰ってやってみよう。先輩楽しそうでいいね。じゃ、楽しくねえし。こいつってそんなことまで確認するんですね。いや、今やってるブログもの節約ネタをさ、本当かどうか確かめたいんだよね。
これはさすがに私も思いつかなかったわ。先輩節約なんてするんですか？何言ってんの？え？私は衣食住のいいにしかお金かけないから、もう食と住節約しまくりよ。へえ、意外。でもこのブロガーさん徹底してんだよね。水道の元栓は少し閉める、電気のアンペア下げる、掃除や洗濯は風呂の残り湯でやるのなんて当たり前。自家栽培できるものは全部自家栽培して、で調味料の宅配も手作りできるものは全部手作り。あとね、フリマ行って安いレトロなセーター買ってきて毛糸に戻して編み直すとか、トイレットペーパーの芯でおもちゃ作るとか、なんかちょっと貧乏くさいんだけど人生が豊かになる感じがするんだよね。あとね、出汁側で作るつくねとかもめちゃくちゃ美味しそうだったんだよね。あれ帰ってやってみよう。先輩楽しそうでいいね。じゃ、楽しくねえし。